ごいね。
まあ、まずはファンサポーターの声援のおかげで、まあ、すごい声援があったからこそ、まあ、この試合もできたと思いますし、まあ、結果負けてしまいましたけど、まあ、このまま引きずらずに、まあ、しっかり来週修正して、まあ、連敗なくしてます。勝利届けられるように頑張りますので、まあ、これからも熱い応援よろしくお願いします。まあ、やることは変わらないと思うので、まあ、自分たちのサッカーをしっかり貫き通すことと、まあ、そして、まあ、後ろはしっかり無失点で、全試合無失点で終えられるように、まあ、頑張っていきたいと思います。本当に試合前から本当にそのバス、ここにスタジアムに入る前とかもうサポーターの多さにはもう本当に自分たちは本当に力もらって、もう何が何でも勝っているという気持ちはチーム全体的にあったんですが、まあ、結果的に、まあ、勝てなかったですけど、もう本当に敗戦も、まあ、本当に糧にというか、もう本当に切り替えて、まあ、来週1週間準備してまた次勝てるように頑張りたいと思います。本当に何が何でもまずは1試合1試合本当に大切に戦っていくことが、まあ、優勝が見えてくると思いますし、まあ、本当にこの来週の岩手戦に向けて来週の1週間本当にいい準備をしたいと思います。